のどこかでお会いしました。会社は休みですか？またサボっちゃった。サボるのは雨の午前中だけにしようって決めて。じゃあまた会うかもね。もしかしたら雨が降ったら。その日が関東の梅雨入りだった。まるで誰かがスイッチを切り替えたみたい。